爽やかなレモン風味が特徴で、私も小さい頃からよく食べていたんですが、今回このレモンの新しいバージョンが登場したということです。上に何が乗っかってるのかなって、なんか可愛いなって思いました。私普通のレモンが大好きだったから。郡山市海星柏屋、100種類以上の和洋菓子が並ぶ老舗菓子店で新発売された商品が今大人気なんです。当初想定していた数量の5倍から8倍ぐらい の, あの数が出まして、連日出荷分すべて完売させていただいておりまして、非常にご好評いただいております。コロナ禍でね、今大変な中、それがこちら、速速今月18日に発売した生レモン。従来のレモンと違い、表面がザクザクしていますが、レモンは通常のタルトの中にチーズの生地が入っていて、でそれを焼いたものなんですけれども、こちらは下がチーズの層になってて、上にクッキーを細かく砕いたものを散りばめたっていうお菓子になってます。レモンをひっくり返したような、ひっくり返したようなイメージですね。で非常に滑らかなお菓子でございますので、カップに入ってまして、それをスプーンで召し上がっていただくっていう形になります。柏屋のロングセラー商品、レモの誕生30周年を記念して作られました。実はすごくですね、開発に時間がかかった商品で、気持ちさせることができるようになったっていうのが、なんか ほとんど最初の走りだったんじゃないのかな。そんなレモに対し、今回の生レモは消費期限がたった1日。貴重ですね。生食感にこだわりました。クリーミーで滑らかな口どけ、ふわっと爽やかなレモンの香りが広がります。サクサクとしたこのクッキー生地のアクセントがいいですね。絶妙なハーモニーです。通常のレモンもそうなんですけれども、フランス産のキリクリームチーズ、こちらを 100% 使っておりまして、やっぱりレモンの DNA をしっかりと引き継ぐという意味では、これが外せないところかなというふうに思います。低温でじっくりと焼くことで、この滑らかな食感みたいなものが実現できました。非常に美味しいレモンの新しい形をご提案することができたんじゃないかと思います。